p s PS 拳銃は1983年にソビエト連邦のソ連国家保安委員会が開発した自動拳銃である。PSS とは特殊自動装填拳銃の略で、ロシアではこの略さない名称も一般に使用される。設計者の名前からレフチェンコピストルとも呼称される。グラオインデックスは628である。投項目では以下。 PSS と呼称する。特殊なカートリッジを使うことによって、銃本体ではなく、弾薬自体に、消音機能を持たせた珍しい拳銃である。光景は、独自規格の 7.62mm42mm、mm、弾で、相弾数は6発。内部機構は、マカロフ PM 拳銃に習ったもので、ほぼ同様の機構を持つダブルアクション式の、オートマチックとなっている。 使用する SP-4 弾は S4M と似た特殊な構造を採用している。SP-4 は薬莢内に少量の燃焼剤と弾丸、そしてピストンの役目をする中線が内蔵されており、発砲されると発射薬が燃焼して中線が突き出され、それによってさらに弾丸が突き出されることによって弾が発射される。この構造上弾丸が 殺傷威力を発揮するのは、近距離に限定されたもので、射程も短いが、燃焼ガスが中線によって、薬莢の間に止まるため、銃口の外に出ることはなく、通常の拳銃のような大きな音を出さずに、発砲できる。SP-4 段ソビエト連邦では偵察を呼び、暗殺任務には、MSP 拳銃と S4M 拳銃を使用していた。 この二つの拳銃はその任務の性格上から公表されることはなく極秘の存在であったが冷戦真っ只中の1970年代後半になりソビエト連邦の KGB 要員がアメリカ中央情報局を主導とした捜査網にかかり逮捕される事態が発生しその際に S4M 拳銃の存在が知られてしまう事態となったこのため KGB が 新たに1979年に暗殺及び偵察等の秘密に無用に開発したのが PSS である。開発は旧ソ連の特殊部隊向け兵器を専門に開発していた12イタクマッシュのビクトル・レフチェンコが手掛けた。1983年から KGB やロシア連邦軍参謀本部情報総局の特殊部隊であるアスナズに配備され、 現在でもアスナズのほか KGB の後継機関である、ロシア連邦保安庁やロシア内務省で使用されている。21世紀に入り、弾薬を SP-4 と同様の構造としつつも、改良を加えた 7.62X43mm SP、SP-16 弾とし、重本体を改良した PSS-2 が開発され、2011年より、 PSS の後継として配備が進められている。ありがとうございます。